どうなの？いや、それは…吹いちゃった。死神の赤霊とかいう極悪な二人組が人探ししてるとか。はあ、おい、ついな学校に来たってマジか。去年俺たちが少しいじっただけで学校来なくなったもんな。早速挨拶してやるぜ。俺らの顔見ただけで泣いちゃうんじゃないの？楽しみだな、おい。ああ、本当にいますか？いるって。本当に本当にちゃんといてくれますか？いるって。ちゃんといるし、置いてたりしないから早くしてくれ。さすがにちょっと恥ずかしいので、大きめの声で歌でも歌ってくれませんか？あー、ダメだー、もう待てんねー。あー、我が主、草薙五度。どうやら勝てたようだな。あー、アテナ様。その傷、癒してくれよ。お待ちください。ああ。二度目？あ、どこがすごいの？彼、健康法でパンツ買えないんだ。よろしく。私より起きるのが遅いだなんて、たるんでるわね。ち、千鳥ヶ淵、なんで？夜灰に来たわ。朝だよ、今。夜灰朝駆けと言うじゃない？いや、それっぽいけど何か違う。では、始めましょうか。ちょ、うわあ。怪我はないか？はい、ありがとうございます。お兄ちゃんは魔法使い？いや、人形使いさ。じゃあ、その子はオートマトン？はい、ヤヤは雷神のお人形です。ベッドの中でも。いやー、変態！ヤヤ。あ、隊長、逃げましょう！マコト、マコト！撃たれた！ったく、もっとマシなやり方さあったべ。マネブちゃん。ちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです。別に好みとかありませんよ。やっぱりだ。退屈だよ、伏黒。あ、いや、これはさすがに脳幹でしょ。脳幹にさせてください。チェ、チェ。今、チェって言ったか、この人。君かい？私の受水を邪魔したのは。僕はただ助けようとしただけで。え、受水？あ、
真鍋くんがいる場所に。一緒にいたいんだ、琴浦。問題？そうなんです。年頃の男子なら誰もがぶつかる大問題。兄貴たちは僕らよりもずっと経験豊富でしょ。その通りだね。何？何でも解決してやろうじゃない。言ってみな。恋愛です。恋愛？恋愛です。学校のシステムに問題が。東門に不審者だと。すぐ行く。今行く。あ、すみません、どうにも眠くて。いいのいいの、私たちも釣られちゃいましたから。っていうか何やってるんですか、レーナちゃんまで。そういうあんただって。あ、それにその真央さん、その私、真央さんが。やめなさい。この男に関わるとろくなことにならないわ。エミ、この男は見た目通りの男じゃない。本性は狡猾で残忍よ。いきなり出てきてひどいこと言わないでください。あ、子作りにはなかなか複雑なプロセスがあるみたいだから、失敗しないように今から練習を。バカ、何を脱ごうとして。おはよう。いや、これは。そうだ、これは子作りの予行演習で、決してやましいことでは。男同士で子作り。とても愛らしい。おや、少々爪が伸びすぎているようですね。お手入れをしなくては。とても魅力的ですよ。あ、ベティ、そいつを離した。彼女に罪はありませんよ。ベティ、ベティだ、ベ。あ、到底是谁？下雪，下雪啊！没有牧师，下雪啊！谢了，妹子，技术不错。不谢。有需要的话我再带两个牧师跟着你。人妖好啊。哦，新人大会だ。玉木小達活躍するぞ。あ、何見てんだよてめえ。別に。